はい、では始めたいと思います。皆さんこんばんは、レクセニ講師弁理士の納富と申します。今日はですね、クラスの特徴というか、1年合格を目指すために、スケジュール感とかですね、勉強方法とかそういったものを中心に、約1時間ですねお話しさせていただきたいと思います。ベーシック生向けの、ガイダンスになりますので、ちょっとこう始めますってということになりますね。で、このベーシックコースというのは、初めて、受験される方向けの、カリキュラムになっていますけども、実際私のクラス開講日が比較的遅めになっているので、実際その受講生の、なんていうのかな、内訳っていうところで言うと、全体の4割ぐらいは勉強経験がある方が混じっていらっしゃいます。なので本当に全くまっさらという方は、全体の半分ぐらいかなというイメージですね。ただそのベーシック生で、そのスタートを切るという学習経験者ですから、実際はそのやっぱりベースっていうところのところがまだはっきりとねしてないっていう方たちが選択されるので、そこはですね、私の方のその講義としては、本当にゼロから始められる方を前提に、その法律用語の使い方とかですね、条文の読み方とかそういったようなところからスタートするようにしています。でレックはこのベーシックコースを、主にして提供しているんですけども、共通した各クラス共通した、テキストとは別に私のクラスで使っている、そのいろいろなアイテムだったりとか補助教材だったりとかそういったようなものがあります。でそれは1年合格のために必要だということで特別に提供しているものなので、なぜそれを、使っているのかってことにもそれぞれ理由がありますから、そういったところを今日紹介しながらですねお話をさせていただきたいなと思っています。でこのベーシックコースは、そうですね、私も16年ぐらいこの水道橋で、担当させていただいてるんですが、並行して、中上級といって、2年以降の方ですね、1回で受からなかった方たちの、いわゆる中上級コースという、2年目以降の講座があるんですが、そちらの方も私の方で担当させていただいているので、本当に受験の入り口から出口までの、いろんな段階にある人たちを、見てきているので、逆に言うと1年で抜ける方と長くかかってしまう方のその違いというか、何が違ってそんな差が出るんだろうというところもあるからこそ、今日紹介するその三種の神器と言っているんですけども、ツールをね使っていくような理由にもなってくるので、なので今日のその紹介するツールというのは短期で合格するためには必要なものだというふうに考えていただいて間違いないかなと思います。レックは一応1年合格ベーシックコースということで、その中のテキストで1年で合格できるための知識をね提供するっていうことを謳ってますから、もちろんその私が提供する補助教材がなくても不可能だとは言えないです。確かにね、不可能だとは言えないけど、ただその確率で言うとやっぱり難しいと思うし、で余裕がないですよね。余裕がないですから、やっぱりその可能性として1年合格を高めるためには、私はこのレックが提供するテキストだけだとやっぱり難しいと考えているので、その辺のちょっと話っていうのかな、そういったところが中心になるかなと思います。では、ちょっとこのレジュメをですね元に話していこうかなと思います。でまずレジュメ1ページのところに三種の神器の1つ目ノートミレシピと書いてあります。でこれは目的としては1年合格ベーシックコースをフォローするという目的なんですけども、インプットとアウトプットでこれ構成されているんですね。レックのカリキュラムはこういう感じで、インプットの講座とアウトプットの、演習とか討論で構成されています。で具体的には講座の内容な名前として入門講座っていう名前がついていて、でこの講座ってっていう名前がついてるのは基本的にインプットで何かこう解いたりとかする要素っていうのは基本的にないものを講座と呼んでいます。で
入門講座はこの講義編と演習編に分かれていて、講座なんだけど演習編っていうものが何回かに1回入るんですね。例えば、この入門講座って特日だけでだいたい11コマ確かあったんですね。で、11コマの中で例えば 2,3 回終わったら1回演習編が入って、でまた 2,3 回終わったら演習編が入ってって感じになるので、プラスね、演習編が特日だけで4回あったと思います確か、だからまあプラス15個ですね、15個まで、まあ、完成というのが特日の入門講座なんですね。で、衣装でまた4コマとかそれぐらいだったかな、練習編は2コマかな、そんな感じで、まあ、何回かに1回アウトプットをするっていうような形で構成しています。で、インプットが全部終わってからアウトプットするのではなくて、インプットが少し進んだらその範囲のアウトプットっていう形でやっていきますので、まあ、自分がちゃんとそこのテーマについて確認、インプットできてるか理解できてるかってことを都度確認するってことですね。まあ、だからここに書いてるように目的としては不理解の部分を洗い出すという作業ですね。これがこのアウトプットの役割というふうに考えてください。で、インプット講座は入門講座すごく大事で、まあ、条文に関してはですね、やはりその木を見て森を見ずになってはいけないので、それぞれの規定をその初めから築城的に細かく見ていくっていう勉強は妥当ではありません。これは法律の勉強の基本ですけども、まず条文の全体像ですね、その法律の全体像を把握して、でそこからここの条文に落とし込んでいくというような形をとります。で、条文には、要件と効果が、規定されているわけなので、まあ、なぜその要件が必要なのか、なぜその効果を発生させることが必要なのかは、その規定それぞれの趣旨ですね、趣旨があって、なぜその規定が必要なのかという趣旨があって、でその趣旨を全うするためにはどういう要件が必要なのかという形の因果関係になるので、入門講座ではやはりこの趣旨から学ぶと、で趣旨に根付く要件を勉強して、で、まあ、効果につながっていくというような形で、割とその根本的なことですね、それを勉強していくので、入門講座の土台がないとこの後の担当基礎力完成講座に入っても結局ちょっと意味がわからないとか、表面的な勉強になってしまうので、実はこの4ヶ月間かけてやる入門講座っていうのがすごく大事なんですね。で、入門講座の中で特日が終わったぐらいのところから、今度は論文基礎力完成講座っていうものが始まります。で、論文基礎力完成講座は、まあ、名前の通りで論文を書くための基礎力を、まあ、完成させるという目的のもので、2つあって、1つは知識の整理、もう1つは論文の書き方を学ぶという目的があります。で、知識の整理は入門講座で習ったことのおさらいみたいな感じなので、ここは全く新しいことっていうわけではなくて、整理の仕方が違うだけですね。で、論文の書き方、これが論基礎の、まあ、一番の醍醐味というかすごく大事なところなんですけども、この試験の論文は書き方が定まっています。自分の意見を書いたりとか、その書き方に関しても自由度があるような論文ではなくて、ある程度形ですね、どんなことをどんなふうに項目立てて書くのかとか、そういう形、解き方があります。で、それをパターン別にちゃんと身につけていく、論文の形を身につけるということですね、これをやっていきます。で、自転車を乗るのでも同じですけど、乗り方を教えてもらっても実際乗ってみないと乗れるようにはならないでしょ。で、ちょっとずつこうね、乗れるようになるわけですよね。ですから、この論文基礎力完成講座の講義編では、その書き方を座学で学んで、で、トーレンでそれが自分でできるかを確認していくと、実践力を身につけていくという形をとっていきます。で、木曜日にこれは設置しているので、木曜日のところで、論文基礎力完成講座は終始しますね。で、まあ、この入門講座が終わったところから、今度は担当基礎力完成講座というものが、まあ、土曜日始まりで始まっていくんですけども、これはもう名前の通りで、担当を合格するために必要な知識を、まあ、十分に注入するということが目的になりますので、まあ、入門講座プラスアルファですね、この知識の注入、
もちろんその入門講座の復習レベルのところプラスアルファですから、全く新しいことをやるのではなくて、入門講座で習ったところプラスっていう形で全体を勉強していきます。で、ここにも当練編というものが何回かに1回挟まっていて、ここでまあアウトプットをしてみて、まあ、どれくらいできるかっていうことですね。それを確認していきます。で、実際アウトプットをして初めて問題文の読み方とか解き方とか、そういう戦略的なところっていうのも身についてきますので、まあ、やっぱりその講義編と同じくですね、この当練編というものはすごく重要なところになります。実際、まあ、私がね、よく講義で言ってることなんですけども、例えばね、条文を全部丸覚えした人がいるとしますよね。じゃあそれだけでじゃあ単答受かるかというと、多分受からないと思います。解き方がわからないので、やっぱりアウトプットをして、その枝に対しても聞きたいこと大把握というんですけども、それがやっぱりできて、でそれに応じて答えを出していく処理の仕方っていうものが担当の一つ一つの枝にもありますから、その訓練をせずにインプットだけをしても担当試験はクリアできないです。でましてや60問で3時間半ですが、合格レベルにある人は2時間半から3時間で全部終わります。で、3時間としてどれくらいの時間を一つの問題にかけられるかということですが、全部で300枝あるんですね。で、そうするとだいたい3時間で終わろうとすると1枝あたり50秒ぐらいなんですよ。大問一つにつきだいたい3分ぐらいですから、そうするとだいたい50秒ぐらいのスペースで一つ一つの枝を解いていかなければいけない。でそうするとやっぱりその処理っていうものにちゃんと慣れておかないと、当然そのスピードで処理ができないですから、いくら知識があっても時間不足でアウトっていうことになりかねないんですね。ですので、このアウトプットを組み込んでいくってことはすごく大事なことです。でただ演習編とこの当練編で出されるレックが用意している問題っていうのは、実はちょっとね緩めに作ってるんです。今日もちょうどここのまさしくこの教室で、2コマですね、担当基礎力完成講座があったんですけど、午前中がインプット講座で午後が、当練編だったんです。講座だから講義編と当練編が1個ずつたまたまあったんですけども、レックが用意している問題っていうのは大問で15問なんですね。大問っていうのは1つの問題に5枝あって、それを1つの大問でくくってるんですけど、それが15個出題されてるんですけど、その3時間で60問を解こうとすると、単純に割っていただければ分かりますが、1時間あたり20問のペースで解かないと間に合わないわけですよ。でそうするとレックの当練編の15問で練習してたんでは到底時間不足でアウトということになるので、私のクラスでは5問から10問その問題の難易度と、その法規によってちょっと変えてるんですけども、5問から10問をプラスしてます。だから追加問題という形で出してます。なので毎週毎週ここに、その当練編だと追加問題何もありますみたいな感じで表示がされて、いわゆるその実践練習ですよね。15問じゃなくて、20問とか、その問題のね、その簡単度で言うと、今日の問題簡単だからちょっと7問出しとこうかって私が考えた時は7問の追加問題を出して、それで練習していただいてます。でそうしないと多分ね時間不足になってしまうので、ちょっとそういうところもアレンジをしている感じなんですね。でこの三種の神器の一つ目の脳トミレシピは入門講座の一番最初のところから使用する補助教材なんですが、入門講座だけで使うものではなくて、この先論基礎とか単基礎とか、進んでいく中で、適宜使用していく教材です。で一番最初のところで、いわゆるその配布するっていう感じなので、入門講座でなんとなく使うと思ってる人が多いんだけども、実は結構難しいこととかは書いてるので、入門講座レベルをはるかに越してる内容の教材なので、全体1年ベーシックコース全体をフォローするという位置づけに考えてもらったらいいと思います。で中身はねどういうものかというと、ちょっと見本が2ページ3ページのところから載せてあるんですけども、法規によって多少ちょっとこう差があるんですが、例えば特実の1って書いてるものありますよね。でこれはですね、いわゆる基本レジュメみたいなもので、一つ何かテーマをでくくって、それを説明するようなレジュメです。
で、右側の特許権って書いて産業受領可能性って書いてるのも同じくですね。これはまあ基本レジュメと言われているようなもので、まあ、ちょっとこう一つテーマを掲げてそれを説明するようなレジュメになっています。で、こういうものがまあレシピに書いてあるっていう部分もあるし、あとは4ページのところに審査基準って書いてあって、産業上利用することができる発明についてからっていう鍵括弧で書いてありますよね。で、これは審査基準の抜粋部分なんですね。で、試験範囲っていうのは、まあ一般に条文プラスアルファというふうに言っているんですね。だから条文から読めないこととか、条文を離れて出題されることもまあ多々あります。で、そのプラスアルファをどこまでやるのかっていうのが、まあ、いわゆる受験生の悩みどころであり、難しいところなんですね。ですから皆さんが、まあ、いろいろこう予備校を選択する意味とか、まあ、予備校をそもそも使うのかどうなのかとか、そういうことに対して、まあ、その基準というか選択する理由を設けるとしたら、一つはやっぱりその条文プラスアルファのプラスアルファを、まあ、有限にしたいから、どこまでやるかっていうことを決めたいからっていうのが一つ予備校を選択する意味なのかなと思います。仮に独学でするとすれば、あるいは簡単な通信講座とかそういうものでするとすれば、おそらくそこは限ってないと思うんですよね。例えば条文だけでやるっていうこともあるだろうし、独学だったら例えば青本といわれる、まあ、本屋さんで売ってるようないわゆるその条文の逐条解説ですね、それでやるっていうこともあるかもしれないですね。で、あるいはその今ここのレシピに載ってますけども、審査基準からの出題もありうるので、審査基準も読まなきゃいけないとか、あと判例からの出題もあるから判例集も買って読まなきゃいけないとか、当然やっぱり独学に近ければ近いほど自分で選択するっていうことはできないので、全部をやるっていうことになります。で、そうすると当然まあ広すぎるんですよね。広げた風呂敷が大きすぎるっていうことになるので、まあ、時間帯効果の部分でいうとやっぱりロスが多いわけですよね。で、予備校に来るとどういういいことがあるかというと、まあ、その予備校が持っているノウハウとか、まあ、そういう講師の持っている経験則上のところから、ここまでやれば十分でしょっていうところを有限にすることができるわけですよね。で、まあ、その一つが、まあ、ノートミレシピの役割でもあるんですけども、例えば審査基準、特許法で審査基準から出題される範囲っていうのはどれくらいかっていうと、ほとんどないんです。特許法の中で審査基準から出題される問題ってほとんどないんです。一方で意匠商標に関しては審査基準からの出題が非常に多いです。で、多いと言っても出るとこ出ないとこがもちろんあるんですよね。ですから一番効率的にやろうとすれば、当然出るところだけをやるっていう形になりますが、まあ、それがどこなのかってことを示すのもこのノートミレシピの役割になります。だからわずかながらでもやっぱり出題の可能性があるんであれば、やっぱ拾っておきたいので、まあ、そんなに頻度は高くないけど、例えばこの産業上利用することができる発明についての部分ですね、ここは審査基準必要だろうと考えているので、レシピに載せています。で、ちなみに、今年のですね、司法試験って知的財産法選択科目で選択される方のために知財の問題も論文であるんですけど、今年の司法試験でこの産業受領性が出ていましたね。医療行為に関しては産業受領性がないとして特許受けられないんですけども、まあ、その旨の出題が今年の司法試験で出ていました。だから司法試験で出るぐらいなので、まあ、弁理士試験でも当然出ても全然マニアックじゃないということになりますから、当然やっとかなきゃいけないということになりますね。で、簡単には入門講座のテキストにもその旨の記載がありますが、まあ、審査基準の方がより深く、まあ、具体的に書いてあるので、まあ、審査基準を使いながらこの辺は入門講座をやるということになります。あとはですね、右側のページ意匠法の、レシピの見本が載ってると思うんですけども、定義趣旨最短バージョンって言って括弧書きで書いてますよね。で、入門講座の中でやっぱりその、悩みどころ、勉強始めた皆さんにとって悩んでくるのは、どこを覚えてどこを覚えなくていいのかっていう、覚える箇所が分かんないみたいなね、そういう悩みが出てきます。で、皆さんが学生の頃に勉強されてた時は、
例えばそのノートを取るっていう作業を授業中やってたかと思うんですね。でお家に帰って例えばそのノートを取った部分に関して覚えなきゃいけないことを単語帳にしたりとか単語カードにしたりとかして例えば覚えたっていう経験あると思うんですね。でその勉強法っていうのは、まあ、この資格試験の勉強においても必要なんですけども、ただ大事なのはその定義とか趣旨っていうものがまとまってないんですよ。テキストは読み物なので文章でこう読み物的に書いてありますから、じゃあそれを実際どういう形で覚えるかっていうと、やっぱ覚える形にしてから覚える作業に入ることになるので、自分でそこワンクッション作業をしなきゃいけないんですよね。だけど私が思うにその作業っていうのは一つやっぱり皆さんにとって二つですね、皆さんにとって負担があって、一つはまあ物理的な時間が取られるってことですよね。そういうカードを作るまとめ上げるってことに時間がかかる。でもう一つは受験生の方は気づいてないかもしれないけど、要約する力、長い文章を短くまとめるためには本当にその内容が理解できてないと意味が変わってしまったりとか、重要な言葉を落としてしまったりとかっていうことが起こりうるんですよ。だって要約っていう作業は本当に分かってないと正確に要約できないでしょ。そこはまあ経験則的に分かると思うんですよね。ですから私が怖いのは受験生の方が勝手に長い趣旨のレジュメを短く覚えやすいようにまとめた時に違う意味になってしまったり、つまり不正確性が出てくるってことですね。それがやっぱり怖いんですね。ですからまあ確かに物理的に時間が取られるっていうことの問題もあるんだけど、個人的にはやっぱり正確性の問題がやっぱり一番怖いと思っているので、だったらそれをもう私の方で作っちゃおうというのがレシピのまあもう一つの役割でもあります。だから覚えなきゃいけないような定義趣旨に関してはこうやってまとめたこうちょっとこうなんていうのかな、リストみたいな感じにしていて覚えやすいようにしてありますので、まあ、これを使って覚えなきゃいけない定義趣旨を覚えていただくというようなこともレシピの役割になります。であとはまたペラッとめくっていただくと、まあそのね、基本レジュメ、商法に関しても基本レジュメがあったり、であと8ページのところですね、関連書制度って書いてるところにちょっとこう図が書いてあると思うんですよね。本省関連省とか拒絶流通時みたいなね。で私の講義では結構そのフローチャートだったりとか図だったりとか表だったりとかそういうものを多用するようにしています。でそれは条文は文章で書かれているんですけども、やっぱりそれをきちんと表にしたりとか、まあ、フローチャート化したりとかすることによって当然まあどんな人でも多分理解しやすいんじゃないかなと思うのと、でもう一つはやっぱりですね、受験生の8割以上が理系の人だっていうことですね。理科系出身者がやっぱ圧倒的に多い資格試験ですから、普段からやっぱりその文章よりも、まあ、ベン図だったりとかこういう表だったりとかなフローチャートだったりとかそういうものの方が理解しやすい環境にあるんじゃないかなと思ってるんです。ですので、まあ、そういうものを使いながら、まあ、法律なんだけどもちょっと理解しやすいような形で作っていくっていう理解していくっていうのをやっているので、まあ、この関連書制度のところのこういった図もそうなんですけども、右側のこのマトリックスの表のようなものですね、これもその一つになります。でこれはまあ今から勉強される方にとってはね、何の表かさっぱりわからないと思うんですが、これ実は衣装法上のですね登録要件の判断の表なんですね。で学習した後、まあ、この表が全部ありとかなしを全部取っ払った時に正確にありなしが入るようになれば、まあ、この審査基準も含めた衣装法の勉強の中の半分以上はもう終わったと言っていいと思います。それぐらい重要な表なんですね。でこれには実は図面がついていて、レシピには図面が全部載っているんですけども、椅子の図面が載っているんですが、まあ、その図面を使いながら登録要件の判断が正確にできるように、まあ、この表のねありなしがちゃんと正確に入れられるように説明をしていくっていうような講義をしていますね。なのでこれもまあいわゆる審査基準出典にはなるんですけども、まあ、レシピで扱っているようなものになります。
で続いて10ページのところに論文基礎力完成講座補助問題と書いてありますよね。でノートミレシピは入門講座のところで配布するものと、そして論文基礎力完成講座のところで、テキストと一緒に輸送されるものがあります。でこの論文基礎力完成講座で配布されるものは、ワークブックっていうタイトルがついてると思うんですよね。いわゆる練習問題集なんですけども、論文基礎力完成講座っていうのは、カリキュラムちょっと見ていただくと分かるんですが、そんなにコマ数が多くないんですね。ちょっとベーシックコースのこのカリキュラムね、見ていくんですけど、これもどのクラスも共通したカリキュラムなので、コマ数はクラスによって変わることがないんですが、講義編はいわゆるインプットが10回なんです。特実が6回、意向書評が2回ずつで全10回で、アウトプットに至っては8回しかないんですね。でインプットは今言ったように知識の整理をしていくものなので、書き方を学ぶっていうのは、どちらかというとこの答練編というものが主になるんですけど、実際書いて採点してもらうっていうここは回になります。でそれが8回しかないってことなんですよ。で自転車の話をさっき言いましたけど、いくらこう乗りましょう、ある程度スピード出さないと横に倒れちゃいますよとか、自転車の乗り方っていくら座学で教えてもらっても実際何回か乗ってみないと当然乗れるようにならないですよね。でそれと同じで、こう書きましょうこう書きましょうって頭に詰め込んだことでも、実際書いてみないとそれが本当に実践できるかどうかっていうのは分からないし、書いてみて初めてやっぱり身につくものなんですね。で私がさっきちょっと紹介したように、自分自身が中上級の講座も担当してるっていう話をしましたが、中上級は担当のコースと論文のコースに分かれているんです。で担当のコースと論文のコースはなんで分けているかっていうと、要は担当免除の方もいらっしゃるからなんですね。今試験制度は1回担当受かると向こう2年担当が免除になりますから、中上級だって言っても担当から来年受ける方と論文から参戦される方がいらっしゃるので、そうするとその論文からの方は担当のコースいらないから、担当のコースと論文のコースに分かれています。で私はその両方を担当してるんですけども、その論文のコースに来られる方の中でやっぱり圧倒的にですね、中上級者で足りないのはアウトプット量なんですね。ベーシックの方と2年目以降の方でどこで差がつくかというと、やっぱりアウトプット量の差なんですよ。だってベーシックの方はたった8回しかアウトプットに触れてないわけですよね。でも中上級の方は当然年を重ねれば重ねるほどアウトプットの答練とかがそのコースに入ってますから、たくさん書いてる機会があります。でそういう人たちと要は肩を並べるために、1年合格をするってことはそういう人たちと一緒に肩を並べて戦わなきゃいけないわけですから、やっぱりですね、その当たった問題数の数がものを言ってくるっていうのは当然あるんですね。ただこの試験の論文はそうは言っても、じゃあ100回書いたら書けるようになるかと、そういう試験ではないんです。書き方がちゃんとわからないままに100回つらつら書いても合格答案書けるようになりません。ですからちゃんとやり方があって、そのやり方にのっとって、50通でも書いたら当然そっちの方が合格っていう意味では近くなります。だから今50通って言ったに、ある程度の数はどうしても必要になるんですね。で私がその、中上級の講師もしているがゆえに感じることなんですけども、やっぱりベーシックの8回だと私はちょっと足りないって思ってるんですよ。もうちょっとたくさん問題に当たった方がいいと思っているんですね。じゃあベーシックの方がその問題当たるために何かプラスできる講座があるかというと、私も通信専用の講座とかも持っているので、それをプラスされる方もいらっしゃるんだけども、それ以外の選択肢だとやっぱり中上級の人たちと同じ答練をいきなり受けることになるんですね。でも当然やっぱりそこは初級の方と中上級の方とだと扱える問題に差がある、レベルに差がありますから、いきなり難しい問題にあたって手も足も出ないってことになると受ける意味があんまりないわけですよ。ですから私が思うに、
できればその初級と上級の間の中級ぐらいのレベルの問題に当たる機会があれば、うまく階段を上るようにステップアップができるんで、その辺の問題っていうものをこのベーシック生論文基礎力完成講座の補助教材に取り入れたらどうかなって思って作ったのがこのワークブックなんですね。だからワークブックは論文基礎力完成講座の当練編で扱う問題よりかは難しい問題の練習問題集です。でもその中上級の人たちが、まあ、年末年始、まあ、年始かなに開講する、私もそれ担当してるんですけども、中上級の当練、そこで扱う問題よりかは若干優しめのものっていうような難易度のもので、しかもこれ練習問題1っていうふうに私書いてありますが、234っていうふうにこうなっていて、次のページは2ですよね。まあ、あの34はちょっと載せてませんが、ちょっとずつ難しくなるように並べてるんです、このワークブック。だから1よりも2、2よりも3、3よりも4、4よりも5っていう形で徐々に難しくしているので、まあ自然と無理なく難しい問題が解けるようになるということを目的にしています。だからちょっとずつ、まあ字案を複雑にするって意味なんですけどね、難易度を上げるっていうのは。だから例えば練習問題集のこの練習問題1だとたった4行ですよね。でも最後の1行は基準日を書いてるだけなので、事実上3行なんですよね、この事案は。で、事案の設定としては上の2行だけですから非常にシンプルな事案なんだけど、これにまあちょっとずつその問題を複雑化させることによって、あの問題文は当然長くなっていきますから、まあ、練習問題5の方が当然ある程度長くなってくる。で、事案を複雑にするっていうことで難易度を上げていくっていうのが論文の問題の作り方なので、まあ、そういう意味でちょっとずつちょっとずつ複雑化するような感じで並べています。で、そうするとまあ皆さんが担当を受かった後に論文直前答練という中上級と合流する答練があるんですけども、そこに至った時にまあ無理なくですね、上級レベルの問題が解けるようになっているということをあの目的としています。ですからちょっとその8回だと私は足りないと思ってるんで、まあ、このワークブックを使いながらちょっとその当たる問題数を稼ごうということですよね。あとは実際この答練編のところであの追加問題も出してます、実際は。だからうちのクラスは8回の中で扱う問題プラス、あの答練編の中であのプラス、まあ、衣装書法だと1問とか2問の答案構成の問題とかをプラスしてるので、まあこのベーシックコースの中だけでもかなり多くの問題ですね、あの事例問題に当たるようにはしています。それもまあ言ったらレシピの一つなので、まあ入門講座全体、あの入門講座だけではなくてベーシックコース全体をフォローするというのが、まあ三種の神器の一つ目、ノート見レシピということになりますね。じゃあ次にですね、三種の神器の二つ目なんですが、14ページ N プロジェクトシートって書いてるものですね。で、見本がその次のページに載ってるかと思います。で、これは簡単に言うと条文の読み込みシートになります。条文の読み込みシートで、まあ担当をどう受かっていくか、どうやったら担当試験受かるかっていうことなんですけどね、さっき言ったように、まあ、条文プラスアルファが試験範囲だと言いましたよね。で、審査基準とか判例とか条文から読めないものがプラスアルファに入るんだけど、当然主体となる、その母体となる多くは条文知識なんですよ。で、この傾向は特に最近の試験で顕著になっていて、特にその特許法なんかだと、まあ、判例を除けばですけども、条文から離れて出題されるってことはほとんどないです。だから審査基準だけから出題されるとか、まあ、審査便欄とか審判便欄とかいろんなものがあるんですけど、そういうものから、あるいは、まあ、いわゆる基本書って言われるものから出題されるとか、そういうものっていうのは今の試験だとほとんどないです。ほとんど条文からの出題になっています。で、うまくやっぱり試験の先生方も作っていて、2つの条文を組み合わせて1問の問題を作るとか、そういう条文からの狭い範囲の出題なんだけど難易度をちゃんと担保できるような工夫がなされているんですね。
だからその出典を細かくすることで難易度を上げるっていうのは簡単なんだけど、今のね試験員の先生はそういう意味では業師というかすごい上手に作っていて、そういう安易な方法で出典を細かくするような安易な方法で難易度を上げてこないんですね。それは私はすごい感心していて、自分もまあこういう仕事してますから問題を作る立場に立つことって多いんですけど、やっぱりね手を抜こうと思うとなんか重箱の隅つつくような基本書から出してみたりとか、細かいところから最高裁じゃなくて例えば地裁レベルの裁判例から出すとかね、そういう問題出せば当然みんな間違うんで難易度上げることは簡単にできるんですよ。でも本試はそうじゃないんですね。そういう問題ほとんどないです。ですからそういう意味では試験の先生方はちゃんと考えて手抜きをせずに作ってるなと思うんですけど、じゃあどうしたらいいかっていうと、やっぱり条文知識を正確にしかも固く入れることなんですね。で固くっていうのは例えばどういうことかっていうと、例えばこの N プロジェクトシート29条というところがありますよね。これね全部ね1条からまあ特許法だと204条まであるので204条まで全部書いてるんですけど、シートこれ2枚目なんですね。特実2って書いてるように、で1が1から27までかななんですよね。でこの29条っていうのは特許法の中ではまあ最重要であり、まあ本当に基本的な条文なんですけど、じゃあちょっと勉強した人に29条を言ってみてって言ったら、多分正確にはそんなに多くの人は言えないと思うんですよね。条文をまあ暗唱してる以外はしてる人以外は正確にはと言えることはあんまりないと思うんですけど、じゃあ全部暗唱しなきゃいけないのかっていうとそうではないんですね。条文っていうのは出題されるポイントを押さえていくっていうことで当然十分なわけです。でじゃあどこを条文のどこを押さえなきゃいけないのかっていうのがこの N プロジェクトシートで指示しているところで、例えばそのチェック事項のところに29条1項から29条1号から3号までの共通点カッコ3って書いてありますよね。でカッコ3っていうのはその個数なんですよ。共通点が3つあるって言ってるんです、1号から3号まで、うん、1つは時期的基準が共通点として挙げられます。1号から3号まで全て特許出願前にと書いてあるので時分まで見るという意味なんですけども、要は1分でも前に新規性を失うようなことをしていれば新規性なしになるよって意味なんですけども、それが1号から3号までの1つ目の共通点で、2つ目は特許出願前に日本国内または外国においてって書いてあるので、いわゆる世界主義と言われてるんですが、外国でのみ公知になったものも陰例になって新規性違反になります。それも1号から3号まで共通する点です。で3つ目は特許出願前に日本国内または外国において公然知られた発明、これがまあ1号なんですね。で2号は特許出願前に日本国内または外国において公然実証された発明で、3号は特許出願前に日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明、または電気通信回線によって、回線を通じて、公衆に利用可能となった発明ですから、全てですね今条文言った中の最後の言葉は発明で締められている、つまり陰例となるもの、新規性なしとして陰例となるものは発明だよっていうのが29条1項から3号までに1項1号から3号までに分かるんですね。ですからその共通点3つっていうのは今私言いましたけど、それがちゃんと抑えられていれば、逆に言うと今私も全部暗唱して言っちゃいましたが、別に暗唱する必要はないんですよ。その違いっていうところが大事になってくるのと同じく共通点も大事になってくるので、で相違点っていうのは今の共通点以外のところなんですけども、例えば1号だと現実に知られたことを要するとかね、そういう相違点があったりとかするんですけども、まあ、そういう共通点相違点が分かってるかとか、そういうことが、まあ、29条のチェック事項だよとか。で29条の2、これも最優重要条文なんですが、要件は5つありますが、ここはさすがに5つ言えないと合格ラインには立てません。そういう条文です、
一つは肥満の他の特許出願があること、そして当該の他に肥満が公開等されたこと、で、肥満の他の特許出願の当初明冊書に記載された発明を、特許制限法に記載されていること、で発明者非同一、出願人非同一というのが5つの肉の2の要件なんですが、まあ、それは今さらっと言いましたけど、そういうことが言えるかどうか、うん、っていうことがチェック事項になる。だから条文それぞれにおいて覚えなきゃいけないことやチェックしなきゃいけないことっていうのはやっぱり違ってくるので、そこがちゃんとまず被ってるかどうかですね。自分が覚えようとしてることと被ってなくてずれてしまったら、結局覚えなきゃいけないことが覚えられてなくて、覚えなくてもいいことを覚えちゃってると。よく担当試験終わった後にダメだった方たちがね、条文を持って先生こんなに条文に書き込みしたり色分けしたりして勉強してきたのにダメだったって言われるんだけど、よく見ると大事なところにマーカーが引かれてないのに不要なところにマーカーが引かれてたりとか、そんなこと覚えなくていいことなのに書き込みをしていたりとか、要はずれちゃってる出題の範囲と、そういう条文よく見ます。でそれがあると結局使った時間分無駄を過ごしたっていうことになってしまうので、まあ、そういうことがないようにというのが、まあ、一つこの N プロジェクトシートの役割であります。でもう一つはさっき固くっていう言い方をしましたよね私。でそれはなんとなく知ってるだけだと今の本試験は太刀打ちできないという意味なんです、うん、なんとなく要件分かってるし、で一回も試験受けたことがない人のイメージとしてはまあマークシートでしょと、この試験だったらまあなんとなく知ってるので選べるんじゃないかっていうふうに思ってしまうんですよね。でもねそれは一回試験を受けたらまあ それは間違いだっていうことがはっきりとわかると思います。そんな甘い試験じゃないんですよ。100人受けて 4,5 人しか受からない試験ですから、そんな甘くないんですよ。でましてや試験範囲は広くなくて、さっき言ったように条文の中からうまく試験が難易度を上げて作ってきてるって言いましたよね。ですからやっぱり条文をしっかりと確実に頭に入れておかないと解けないようにしてるんです。でましてや今の本試験ってこの中から正しいものを選べっていう問題だけではなくて、正しいものはいくつあるか、間違ってるものはいくつあるかといういくつあるか問題形式で出されることも多いです。でそうするとやっぱり一つの枝が分からなければもうアウトになりますから、一つ一つを確実に解いていけるっていう力が要求されるわけなんですね。なのでもう条文を読まないで受かろうなんてこととか、ね、その浅く広く勉強しようなんてこととか、そういう気持ちはもう一切捨てていただかないと担当試験にはいつまでたっても受からないです。まあ一回受けてね普通は分かるんだけど、中には何回受けてもやっぱり条文に本当に向き合おうとしない人たちもいます。でそうするとやっぱり3年経っても4年経っても受からないです。今私ベーシックコースをね土曜日にやって、日曜日に中上級のコースを担当していて、それぞれまあ2コマずつ担当しているんですけども、ベーシックコースがもう2月の中旬くらいで終わるので、そこからは今度担当のゼミっていうのが始まるんですね。で担当のゼミではこう問答で、例えばこの N プロジェクトシートにあるように29条1項から3項の共通点3つ言って、1号から3号の共通点3つ言ってっていうふうに言ってもらったりとか、まあ、肉の2の要件5つ言ってみてって言ったりとか、39条と対比して違うところは何ですかって言ったりとか、まあ、要はこうどんどん質問していくんですね。でその人が答えたことに対してまた枝葉の質問が増えたりとか、変なこと答えるとこっちが突っ込んでいくので、どんどんまあその人が何分かってないかとか何を分からなきゃいけないかってことを確認していくんですけども、まあ、それをすることによって嫌がおうでもやっぱりこう定着していくわけなんですね。覚えなきゃいけないことっていうものが分かるから定着していく。だから担当ゼミ生の担当通過率はかなり高いです。普通のベーシック生に比べて担当ゼミ生の通過率は非常に高い、まあ、ベーシック生の中からしか、ベーシック生とか中上級のコースを取ってないとゼミを受ける資格がないので、当然まあそこ重ねてってことにはなるんですけども、
担当ゼミを受けられる方の方がやっぱり高いのは、それはなぜかっていうと、やっぱり知識を固くしていくからなんですよね。確実なものとしていくから、やっぱり受かる可能性が高くなる。でそれを示していくのが、この N プロジェクトシートなので、これをですね、毎週その講義の範囲に応じて配布しています。で14ページのところに、条文の読み込みを正しく行うっていうことと、で、括弧2にですね、過去問依存症から脱却するって書いてますよね。でこれがやっぱり受験生にとってちょっとね、麻薬みたいなものでね、過去問って、いわゆる問題なんで、それが解けるようになるとなんか受かる気がするんですよ。で問題を解くと勉強した気になるんですよ、だけどじゃあ実際レックが販売している担当過去問集って10年分掲載していて、で言ったらそのなんていうんですかね、体系別テーマ別に分かれてあるので、10年分だからどれくらいの枝数になるんだろう、ものすごい枝数ですよね。で10年をじゃあ3回回したら受かるようになるかというと、それでもやっぱり知識の穴は出るし受からないです。で1年合格者とこう対談してね、やっぱり意外に多いのは、私がこの後紹介する毎日の宿題をこう示したスケジュール表っていうのがあるんですけど、その中で指示している過去問までできなかったっていう人が意外に多いんですよ、一発合格者で。だから過去問ほとんど解かずに合格しちゃってるんですよね。だから講座の中で冒頭で紹介したように、入門講座の演習編や担当基礎力完成講座の当練編で十分にアウトプットやってるんで、別に過去問をですね、さほどね追加しなくても、アウトプット量としては実は十分なんですよ、本当は。それなのに過去問を解いてインプットした気になる、解けるようになったらなんかできるようになる気がするっていうのは本当に麻薬みたいなもんで嘘なんですね。その力は本当の力じゃないんですよ。だけどそんな気になるんですよね。でそれがやっぱり不合格を繰り返す人の、原因の一つとしてよく見られるんですね。で私は過去問依存症って言ってるんですけど、もう過去問から離れないと受かんないよって口酸っぱくよく言っています。ですから過去問から脱却して、じゃあ何をするのかっていうと、やっぱり条文に普通に向き合うんですね。条文を読み込んでいく、その作業ができなければ、やっぱ担当試験は受からないです、いつまでたっても。その脱却するためのシートでもありますね。で最後に三種の神器の3つ目、16ページに、紹介しているスケジュール表で、その次のページ、最後のページに、見本を載せています。でこれは、見てもらったら分かるように日付が全部入っている、スケジュールシートなんですね。で10月14日日曜日に開講した年だから、ちょっとずいぶん前かもしれませんが、1週間分のスケジュールが1枚のシートになっています。でスタートは日曜日です。なぜならば土曜日に講義があるので、土曜日に向こう1週間のスケジュール表を配布しますから、1枚持って帰っていただくんですね。なので日曜日スタートで金曜日終わりになっています。で年内、比較的その担当試験までまだ時間があるときは金曜日を調整日にしていまして、金曜日は宿題がないという日になります。で特にその時期にもよるんですけども、やっぱりね、仕事が忙しい時期とか結構ありますから、1週間のうち1日ぐらいは勉強ができない日ってものが出てきがちなんですね。例えば残業が結構あったとか、あるいはたまにはやっぱ付き合いで飲みに行ったとか、そういうこともあるでしょうし、家族の行事があったとか、そういうこともあると思います。ですのでそのできなかった日をやっぱり調整しなきゃいけないので、調整日を金曜日に持ってきています。直前期になるとそういう余裕もないんで調整日なくなってくるんですけど、まだ比較的1月ぐらいまでかなは調整日を設けています。でそれぞれの日に、そのやらなきゃいけない条文の範囲と、でやらなきゃいけないものを順番も指示してあります。条文を読んで
アドバンスというのはテキストですねを確認して、で過去問ですね、この年度分の該当過去問を解くみたいな感じになりますね。でその他の保育のところに、まあ、余裕があるようなら一生についても復習するというのが10月14日に書いてありますが、これは登録要件と、まあ、あの新規制早々例外のところなので、一生法にも同じような条文があるんで並行してやった方が理解とかが深まるから、そういうものの指示をしているんですね。で範囲によっては例えば条約と並行してっていうような指示をしているところもあるし、まあ、その他の保育っていうところにちょこちょこいろんなものが出てきます。でこれも一つノウハウなんですよね。だからその16ページの括弧1に書いてありますが、担当試験っていうのは条文を持ち込めませんので、当然膨大な知識を備えて戦いに出なきゃいけない。そうすると知識のピークが本試験に合わせられないとやっぱりうまくできないんで、そのためのまあ要は作戦表ということもあるんですね。で条文は平等ではありません。理解して解く条文と暗記系の条文があります。ですから理解系の条文から始めて暗記系を最後に持ってくるっていうような並べ替えだったりとか、まあ、あと強弱ですね、それを使うあのつけていくってこともあるので、まあ、例えば1条から進めるべきではないし、科目並行も意識しなきゃいけないし、あとまあ何を使うかってことのツールの選択、そういったようなものもですね、あのこのスケジュールの中に組み込むことによって知識のピークを本試験に合わせていきます。あと長丁場になる試験です。皆さんがコースを受けている間というのはだいたい9ヶ月くらいなんですけども、実際コースが終わって、2月の中旬に終わっても試験は5月の中旬ぐらいですから、まあ、3、4、5で3ヶ月空くんで、まあ、実際は本当に1年ぐらい勉強する感じになるんですね。で1年をやっぱり長期的に考え、中期的に考え、短期的に考えていくっていうようなスケジュールは3本立てていかなきゃいけないので、まあ、その短期的なものをこのスケジュールで表現したというふうに考えてもらったらいいと思います。で長期的なものとか中期的なものはいわゆるレックのカリキュラム表ですよね。入門講座が走ってる間で論基礎で短基礎っていうふうに流していくのも長期的なスケジュールですから、まあ、ないのが短期的なスケジュールなので、それをまあ指示しているっていう感じになります。であと大事なのは、担当試験を受かるためのコースではなくて最終合格までを短期合格するコースですから、当然論文の勉強をどこまで並行させるかということも難しくあるんですね。なのでそういったところもちょっとこう指示をしていまして、これまだ10月の、ね、中旬ぐらいなんですけども、今日配布したスケジュールだと答案構成の指示は1日おきにしていますね。だから論文の勉強のちょっとこう量を減らしてます。もうさすがに12月も終わりになってきているので、中旬になってきているので、なので、まあ、そういう感じでちょっと論文の勉強のその量なんかもこのスケジュールで調整しています。あとこれよくね私言ってるんだけど、年中60度のね、あの自分のこうなんていうのかな、勉強の熱で勉強するよりも短期的に100度に達する時期が必要って書いてあります。これ受験生があの1年過ごしてみると多分分かってくれることなんですけども、年がら年中ずっと1日2時間で勉強する人よりも勉強できない時期が多々あっても、例えば3月ぐらいから猛烈に勉強量を増やして勉強した人の方が担当の合格率ははるかに高いです。担当試験というのはそういうものである程度短期戦なんですね。ただ論文試験はちょっとそうはいかなくて、ある程度やっぱりこう書き方を学び実践を積みながらトライアンドエラーを繰り返して書けるようになるものですから、ある程度長期的な勉強が必要になるので、論文はちょっとね違うんだけど、担当は、まあ、ある程度短期戦なんですね。ですからやっぱりやらなきゃいけない時期に時間が取れないと担当受からないので、そういうことのその熱量もスケジュールに組み込んでるっていうことです。で次に括弧3ですが、2週間のズレで修正をかけると書いてありますが、スケジュール表っていうのは日付が入っているのは理由があって、まあ、当然その講義に合わせてっていうこともあるんですけども、どの時期に何をしなきゃいけないかっていうことの指示表なんですね。だから大幅にやっぱり時期がずれてしまうと予定通りに終わらなくなるということもあります。
ですから生講義生に限って言うと2週間自分のスケジュールがずれてきた、2週間前のことがまだ今日できていないということであればちょっと相談してくれというふうに言っています。でそうすると、まあ、ちょっとここはもう今回割愛してもうちょっと後に回そうとか私の方でまあカスタマイズして相談に乗りますので、まあ、そういうふうな修正をかけることも必要ですね。であとこれ平日 2.5 時間遅い人で3時間ぐらいのスケジュール表です。休みの日は 5,6 時間ぐらいのスケジュール表なので逆に言うとそれぐらいの時間は勉強しようねってことなんですね。で括弧4に書いてるようにだいたい1500時間ぐらいが最終合格までに最低限必要な時間と言われていて、まあ1年合格する人はこれぐらいの時間で1年で全部受かっていきます。で講義で費やす時間は300時間ぐらいなんですよ。ですから1200時間ぐらいは予備校以外で勉強しなければいけないということになるので、そうすると当然その時間をどこで取るのかっていうことがまあ難点になるんですね。で受験生のほとんどはやっぱりお仕事を持ってる方ですから社会人ですから、そうするとやっぱ取れる時間というのは通勤時間、お昼休みの時間、そういったようなところが必要になってくるし、であとはそれとは別にまあ1日1時間ぐらいはですね、例えば早起きして取るとか遅く寝るとかして取る、まあ、机に向かう時間が必要かなと思います。で10分あれば条文の 2,3 条文は読み込みができますし、10分あれば過去問2問10枝は解けますので、そういう細切れの時間を寄せ集めてなんとか2時間 2.5 時間ぐらいを確保してもらいたいなと思います。やっぱりですねこの試験は甘くはないです。合格したらそれなりの見返りがある以上は当然ですね合格するまでの努力というものは当然必要になります。私はよくね人生は投資と回収だって言ってるんですけど、投資なくして回収できませんから、当然難しい難易度の試験を受ければ受けるほどですねその分のまあいわゆる努力ですよね、投資は必要になってくると。弁理士の試験ははっきり言って簡単なものではないので、当然皆さんは受験生としての生活を最低1年間過ごしていただく覚悟は必要になります。でそれがまあいわゆるその 2.5 時間ぐらいの時間を確保してほしいということなんです。でそれができればこっちでスケジューリングし課題を与え、その通りにやっていただければ合格できますので、皆さんにしかできないことはやっぱり時間の確保ですね。私がどう頑張っても皆さんの時間確保できないから、そこだけは皆さんの方で頑張ってもらいたいということですね。で、括弧5に書いているようにこれは別に机に座って 2.5 時間要求しているわけではなくて、机に座っていない時間を大切にしてほしいということですね。まあ、通勤時間内だけで担当受かる方もいらっしゃいます。私の事務所で隣に座っていた受験生はそうしました。うちの事務所結構そんな受験私がいるからといってその受験生に優しいわけではないので、結構まあ遠くから通っていた子だったんですけど、まあ、厳しい受験生活を送っていたんですよね。でも遠くから通っていたんで通勤時間が十分にあったから、音声データを聞きながら条文を読み込んだりして、でその日解く過去問は分解してその日の分だけ持ち歩くようにして、電車の中の通勤時間だけで担当試験を受かった子がいました。ですからまあ別に机に座ってないと受からない試験ではないので、論文はやっぱ書かないといけないから机に座らないと厳しいですけど、でも、ね、うまくそういう時間を使えば可能ですので、まあ、そういう生活をですね努力して確保してもらいたいなと思っています。まあ、それだけのねやっぱり試験ですから、まあ、それだけ価値がある資格なんで、そこはまあ本当に自信を持って言えますから、まあ、ぜひ弁理士ね頑張っていただきたいんだけども、ただそののんべんたらりと生活をしているだけで受かるような試験ではないということは申し上げておきます。私も過去情報処理の試験もね受けてますし、で、行政書士の資格ももともと持っていたりとか、いろんな資格試験持っていますけど、やっぱりねその TOEIC とかそういうもうレベルのもの感覚のものではないんですよね。そのちょっとこう細く長く英語の勉強をするとかそういうものではないし、であんまりその他の資格試験と比べることはいろんな問題があるのであまり言えないですけど、
例えばその行政書士とか宅建の試験っていうのは、まあ、同じようにマークシートなんですよね。で、まあ、一部その記述があるものもありますけども、で弁理士試験の一次試験もマークシートなんで同じように考える方いらっしゃるんだけど、行政書士とか宅建っていうのは結構過去の過去問からの出題が多いんですよ。だから講師の先生方はおそらく過去問をもう徹底的にやれっていう指示をすると思います。でそれは正しい勉強法なんですよね。過去問から出るんだから。でも弁理士でそれをやっちゃうとおそらくいつまでたっても受かんない、1年分の問題の量って今言ったように60問なんで300枝なんですが、これ過去問で出てたよね、これ過去問とそっくりだよねっていう枝は年に 2,3 枝なんですよ。問題じゃなくて枝なんですよ。300分の 2,3 枝なんです。そんなもののためにじゃあ過去問からやりましょうね、過去問徹底的に潰しましょうねっていう講師は一人もいないと思います。ですからいくらマークシートだからといってもその過去受けた資格試験とかそういうものとはもう訳が違うので、やっぱり訳が違う以上は勉強の内容方法も変えていかなきゃいけないし、生活も当然変えていかなきゃいけないということは申し上げておきます。ただね、去年の私のベーシック生ってクラスの中でね、10人以上は男性の方なんだけど小さいお子さんを抱えた方が多かったんです。たまたまなんかその年その年でなんかこう傾向があって、今この今日やったねベーシック生は今度ね逆に学生さんが多いんですよ。大学で教えてるような雰囲気なんです。クラスも本当になんか女子大生が多くて、なんかこうキャピキャピしたような感じの雰囲気なんですけどね。去年は30代の男性が多くて、で10人以上は2歳以下のお子さんを抱えている方がいらっしゃいました。で今の男性方って結構ねイクメンの方が多いので、結構子どもの予防接種だったんで今日の午前中の授業で出れませんでしたみたいなことを言う人も結構いたりして、結構その家庭と仕事と勉強の両立っていうものをね去年の受講生は抱えてた方は結構いらっしゃったんですね。でもねそれでも2人お子さん2歳以下のお子さんが2人いらっしゃる方でも普通に担当通過してきて、今論文の結果待ちなんだけど、まあ結構な高得点で担当も通過してきてますよ。それでもね、だからその取れる環境は私はあんまり言い訳にならないと思っていて、やっぱりやり方なんですよね。ですからまあ最低限やっぱりその 2.5 時間2時間 2.5 時間取ってもらわないと、そのやり方をもうねこう実施すること自体ができないから、当然そこは大事なんだけども、今言ったようにその細切れの時間を何とかかき集める努力はできると思うので、それがもしね無理だって言うんだったらもうこの試験諦めてもらうしかないですけど、だけどもそこはね多分どの人でもできると思うので、なのでちょっとそこはご自身で何とか時間の工面をしてください。そしたらそこからも私の出番だから任せてもらったら大丈夫なので、私の方で、ね、きちんと方法を考えて皆さんを合格に導きたいと思っています。はい、ではそろそろお時間になりましたので、これでですね私からのお話は以上となります。で今、ちょっといろんな環境でお仕事されてて、コロナの影響でねこう在宅勤務の方もいらっしゃれば、むしろなんか在宅だから忙しくなってっていう人もいらっしゃるので、ちょっと難しいこのね時代ではあるんだけども、ただやっぱりピンチはチャンスってこともあるし、いろんなその環境の変化を自分のものにするっていうこともやっぱり人生に勝っていく、ね、秘訣だと思うので、私はこの時期にやっぱその何か資格を取って、ね、こう心機一転またその自分の人生を変えていくっていうことはすごくいいことなんじゃないかなと思っています。私もそうだったんですけど、私が資格を取ろうと決意したきっかけは会社の倒産だったんですよ。吸収合併されちゃったんですね、大きな会社に。でその時に当然人整理とかあるんで、自分がもうこの知財の勉強をしたい、知財の仕事をずっとしたいと言っても、当然その親会社の方にも知財部がありましたから、当然そこに、ね、こう休止されたら当然弾かれるだろうと思ってたんですよね。だからこれも弁理士になるしかないなと思って、そういうマイナス要因きっかけに弁理士になろうと決意して弁理士になった人間なので、だから何でもそうなんですけど、やっぱりきっかけをものにするかどうかっていうのは
やっぱりタイミング、何かね、こう、もう、ないと、やっぱりなかなか動けないところもありますから。なので、ね、今いろんな環境でちょっと苦しんでる人も多いから、大変だっていうのはもちろん分かってるんですけども、まあ一つね、この弁理士を取るということもきっかけの一つになるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ではこれで私からの話は以上になります。皆さんお疲れ様でした。